と今コメントにあった。 なんかお肌がサラサラになるよ。何なんだろう。いや分からんけど、めっちゃこれをなんか、まあ、一番お肌で、私も最近肌荒れがやばくて、とりあえず保湿めっちゃしてる。もう寝る時顔ベッタベタですよ。だからもう化粧水と乳液で、化粧水と乳液でもう顔ベッタベタで寝てる。保湿保湿保湿と思って とりあえず保湿って もう 寝る時テッカテカよ 顔 そうだって、もうお化粧する前とかに化粧水とか塗って、あんなに化粧水したのにっていうぐらい乾燥するんですよ。なんかバーって化粧水とか塗って、乳液塗って、よしファンデーション塗るぞと思ってファンデーション塗り終わったらもう乾燥してるんですよ顔が。もう顔むけてるここみたいな、がすごく嫌なの。そう、吸い込むのかな。 私めっちゃ乾燥肌なのかもしれない。手とか握手会の時とか私多分手カサカサだと思う。ファンの人にさ、いや私これね1年前ぐらいに言われたんですけど、まだ根に持ってるんですけど、今まで握手したアイドルの中で一番手がカサカサしてるって言われたんですよ。いやめっちゃ根に持ってて私それを、1年前ぐらいに。そうだからもう握手会の前ずっとハンドクリーム塗ってる。 そう 今まで握手したなくて、そうだからいつも いや、いいんですよ全然、正直に言ってくれて。そんな、そんな傷ついたわけじゃない、別に傷ついたんじゃないよ。ただそんなにカサカサしてると思って。あとなんか千穂ちゃんと握手した後に私の握手会に来た人がいて、さっき千穂ちゃんと握手したんだけど全然手の若さが違うねって言われたの。それはね3ヶ月前ぐらい、半年以内なのよ絶対に。だから、あ、やっぱ手がもう若くないんだと思って。 もう若くないよ手が。私確かにさ手が若くないんよ。 そうだからハンドクリームめっちゃ塗って、だって握手会終わった後にさ、大体いろんな人と握手してるからさ、もうちょっと手がしっとりしててもいいはずなんですけど、私握手会終わった後も手カッサカサだからね。 もうちょっとさ、握手会しあんなたくさんの人とこう握手をしているわけじゃん、もうちょっとしっとりして終わってもいいじゃん。だっていや、みんなが私の水分を奪っていくんですよ握手会で。 もうみんなに水分を取られてるの。そう もうちょっとね、私がねサラサラしたい。 奪われとるからちゃんと。そうだから最近私本当に今一番気にしてるのは手がカサカサしてることなの。だから手だけじゃない、全身、顔とか。乾燥肌だから最近女子力を上げてね、こうカバンにハンドクリームを入れてる。ちゃんとこれは握手会の時、いつも握手会の時しかハンドクリームとか持ってかないんですけど、ちゃんと常日頃からハンドクリームを持ち歩いて、手を洗った後はちゃんとハンドクリームつけてます。女子力、しかもロキシタンのやつを買いましたこの前。
ロキスタンで買ったの。めっちゃいい。でもしっとりするちゃんと。なんかメイクさんが持っててロキスタンのやつを借りたらめっちゃ良かったから買いに行った。そう、お高く、そんなめっちゃ高級じゃない、1000円とかじゃないかな。あ、トロブさん桜くれた。桜、おえ、これタワーかな。トロブさん桜、これタワー、めっちゃいい匂い。ロキシタンとロキシタンちょっとわからん。ロキシタンなんかな、ロキシタンなんかな、ロクシタンだ。あ、5000タワーの半分。お、ありがとうトラブさん、クマ5匹分クマかな。クマということで皆さんそろそろ終わる。ヤンタマさんクマちゃんありがとう、クマクマクマ。クニヨシさんクマちゃんありがとう、クマクマクマ。トレスチューさんクマちゃんありがとう、クマクマクマ。ショージさんクマちゃんありがとう、クマクマ、ありがとう。じゃ皆さんギフトもありがとうございます。そろそろ終わりたいと思います。